き鳴らしてくれてますね。カモ最高やな、本当に。あー、ニンニクのいい香りがしてますよ。飛行距離聞いてびっくり、400キロっすよ。聞いてくれてこれ。うまそう、めちゃくちゃうまそうだぞ。森の方からね、何かがめちゃくちゃ大きい。怖かった。ツキノワグマの生息地です気持ちがいいですね。はい、こんにちは、アスキテラックスです。今日の方はね、こちら長野県の戸隠キャンプ場の方に来てますね。見てください、めちゃくちゃ綺麗ですよ。人気のあるキャンプ場ですからね。しかも人はね、まだ少ない方です。今日の方はしかもね、テントがタフスクリーンになりますね。コールマンさんのタフスクリーンの方を立てていきたいと思います。最高や。もうお腹もペコペコ。いい感じですね。こっからの眺めもまたいいわ。一
人から離れてますからね。ちょっと悪いっちゃ悪いけど、でもいいですよ。十分。パスしてた今。パスしてた今。リングでパスしてた。もらえる。取られとるな。絡まる。絡まった。よしよし。よっしゃ。ご飯の時間ですね。スーパーでね、こちら広告なしなカキフライの方買ってきましたね。急遽ご飯炊いてます。白ご飯が絶対合うと思うんでね。炊きたてのご飯でね、かけフライ。ありがてえこれ。去年もね、確かかけフライあそこで買ったんですよね。美味しかったね、それが。去年は広島産のかけフライとか書いてましたね。冷凍であろうとね、美味しいもん美味しいですからね。おお、焦げもできてる。1合だけ炊きました。わざわざ薄衣仕立てですね。こだわりの牡蠣を使用。衣はね、薄い方がより美味しいですよ。衣ばっかりのね、牡蠣よりね。よーし、あー、いい香り。香りがいいわ。さあ、食べてきますね。お昼ご飯です。いただきます。これだけ。寂しい感じですけどね、もう全然これで十分ですからね、本当は。いただきます。めっちゃ牡蠣ばかり、うまっ。牡蠣の香りがまたうまい。ああ最高。ご飯とのあーそう最高。ここの牡蠣ほんと美味しい。ほんまに薄ぐらもご飯進む。最高やわ、この最高のキャンプのね、キャンプっていうかっていうかね、今思ったんですけど、さっきまでめちゃくちゃおテントさんも出てたん、だんだんね雲がめちゃくちゃ多くなってきてる。なんで？うまっ。米最高。おいしゅうございます。もう肌寒いですね。
もうね、あれから少し経ったんですけどね、お腹がまだ膨れてるんですよ。1号の米とね、あれ本当はね2パック買っちゃってたんですよ。調子に乗って食べ過ぎた。ちょっと調子に乗って食べ過ぎたっていうことでもね、腹がね膨れたままなんですけど、ちょっと早いんですけど、今日はねタンシチューにしたいと思うんで、このタンを買ってきたんでね、でっかいタンを買ってきたんで、タンシチューの方を作っていきますね。で、煮込みなんでね、早めからやっていきたいと思います。あー、なんか食欲出んな、これ見ても。やられとんじゃよ、きっと。どっかのスズメバス、スズメバスっていうかさ、巣が、これちっちゃいもん、アシナガバチやもん。9月ぐらいはね、この蜂がねめちゃくちゃ活性化するんで、気をつけてくださいね皆さん、刺されないように。さっきもね、スズメバチがアシナガバチの襲ってましたね。恐るべしや。歩く時も気をつけましょう、ほんと。さっき落ちてたから、ほんとにね、スズメバチが、スズメバチがね、食べてたというか、肉団子にしてましたね、アシナガバチを。すごい歯音してる。これね、YouTube 先生が言ってました。めちゃくちゃもみ洗いしてください。この、ね、ドリップが臭いらしいですよ。臭みが取れるとより美味しくなるらしいです。もうめちゃくちゃにね、いいや、こいつ調子とかね、もういろんなね、嫌なことをね、こう気持ちを込めながらね、くでやってください。今日の方はこいつでね、火の方をつけていきますよ。ファットウッドちゃんです。無駄に飛び散っとるわ。さあ、今日の方はファットウッド様と朝日も様の共同作業になります。ついたついたついた、着きました。拍手をお願いいたします。これどうしよう、どうしよう、こんなんでいいかな、つくかなっていうかね、ちゃんとつくかどうかか。あ、ついたついた。よっしゃ、木にさえつけばね、くすんでないね。よっしゃ、よっしゃ。もうね、ほっとってもいいですよ、ほんと。ほんとって、ほっとってもいいけどね。これ使いたい。これほんと。これ使いたいですよね、これ、ふーってね。絵面的にね。ほっとってもつくのに、絵面のためにこれ使ってます。よいしょっと。もうね、寒くなってきたからこいつの出番ですね。しかも今日はこいつで料理していきます。てってれー、もうめちゃくちゃ使ってるからね、焦げ焦げになってきてる。よっしゃ、出てこいや。あ、久しぶりやわこれ。まずはね、
旦下の方を外していきますね。これ旦下もね意外と美味しいのよ。これびっくりするけど硬いって言うんですけど、あ、それ前は確か重曹につけたからより全体的に柔らかかったんですね。今焼肉ですから前回は。あれもうまかったな。タンはやっぱうまいわ。タンは最高やな本当に。タンはね先っちょの方に行けば行くほど硬いです。でもね今日はねシチューなんで。よし、オッケー、これタン下。さあこのねタン下だけはねタン元だけはね、このほら油見てこれ、ちょっとね焼いて食べ、焼いてね塩とわさびで食べたいと思います。見てこれ1センチ角で切ればねこれめちゃくちゃうまいんですよ。これタン元はね特に柔らかくてね油がすげえから、これうまいよ。ここタンシチューと言いながらねもう欲望に負けてしまってます。焼いて食べたいの焼いて食べたいんです。これめちゃくちゃうまそうやもん。これまあこれぐらいにしとこうかな。こっからまだまだねこれね白いから焼いて食べたら美味しいレベルなんですけどね。これは見てこれ、もうシチューにしちゃいます。シチューにしたらこれ油抜けていかんのかな、どうなんやろ、美味しいんかな。全体に塩コショウして焼いていきます。炒めちゃいますね。美味しいんだろこれ。シチューする前にちょっと炙って味見してみますね。タン下を、タン下の方ね焼いてちょっとねつまんでみます。いただきます。塩とねわさびだけですね。うん、あ、わさびきすぎてる。おうまい。それじゃあね早速まずはねこの下味付けたタンを焼いていきたいと思います。おーこの音もったいねもったいないとしか私にとってはね言えないな。これ本当にもうタン下もね入れていきます。あー美味しそうに焼けてきてますよ。おー油がすげえ。おーよし、ここにねニンニクの方を入れていきます。ドーン、剥いたニンニクねもう丸々皮剥いて、そしてちょっと潰してますね。潰すことによって香りも出てきます。うまそうじゃないかい。あーニンニクのいい香りがしてますよ。旨味がたっぷりやこれ、この油。よし、このね焼けたタン見てこれ、このタンをお鍋に入れていきます。もったいないなこのタン、普通に炭火で焼いて食べたかった。うわいい香り、塩コショウとニンニクのいい香りですね。そしてねこのフライパン使ってねお野菜の方を炒めてきますね。この旨味が出たねフライパンでいきます。これ洗っちゃダメですよ絶対。洗っちゃダメなやつ、絶対うまいやつ。これだけでもいいスパイスになってますからね。こちらはねワイン入れて煮込んどきます。さあ今年のね初の火入れ式ですね。あれこれ取ってないじゃん、これ忘れてた。これ危な、よいしょ、OK、さあワインの方入れていきますね。わあすげえ、ドリア、まだワインありますからね。よし、あー危な、蓋しておきましょう。
戸隠連峰の方がね、なんだかいい雰囲気ですよね。すごい神様が宿ってるって感じがします。手合わせとこ日本人何でも手合わせるから。さ、刻んでいきましょう。野菜の方をね、この野菜もねいい味にしてくれますからね。これここね、クマがやっぱ住んでるところが近いんで爆竹鳴らしてくれてますね。すごいわ、ありがたいですね。こうやってね爆竹とかでちゃんと避けてくれて、こういうのしてくれないとね、クマと会う危険性が本当アップしちゃうから。ああよし、よし、あーめちゃくちゃセロリのいい香り、うまっ、うまっ、セロリうめ、セロリうめえぞ。セロリ思い出すわ、あのセロリめちゃくちゃうまかったな。あーこの椎茸がいい味出してくれそうですね。うまそう。このねミニトマトなんですけど、めちゃくちゃうまいですよこれ。ここに来るまでの道の駅で売ってたんですけど、これこの輝き見てください。売りがね、さくらんぼの食感に似てるって言うんですけど、確かにねこれさくらんぼなんですよ。なんかね、しかも甘い。何これ、うますぎる。おすすめ、おすすめです。よっしゃ、この旨味のね出たフライパンの中にさっき刻んだ野菜たち入れてきます。うまそうですよ、うまそうです、うまそうですね皆さん。あー美味しそうに出来上がってきてますよ。めちゃくちゃうまそう。そういえばね、この間コメントで松原さんだったかな、元っ腹に行かれるって話されてたんですよね。楽しめるといいですね。でもね走行距離聞いてびっくり、400キロですよ距離長いと辛いですよね。私もね300キロとかねいろいろ走ったりするけど、400キロ辛いですね。頑張ってください本当にね。しかも同じね夜勤明け組って言ってたんでね、本当にね夜勤で頑張ってる方ね頑張りましょう。私も頑張ってます。ああ、人生楽しまねばですね。うん。そのね道中でもね、いろんな美味しいご当地グルメとかがあったりしますからね。そういうのも楽しむのもね、長旅の楽しみでもありますよね。今回は私ね、タン出張初めてなんですよね。神戸とか住んでてね聞いたりはしてたんですけどね、あそこの店タンシチュー美味しいよとかね、そういうのあまりね行こうと思ったことがなかったんで、今回楽しみですね。だからね元を知らないからね比べようがないですね。よっしゃ、あーこれにねほら見て、これとろみつけて片焼きそば食べたい。私好きなんですよねあれ、片焼きそば。今度しようかな、あんつけてね、野菜たっぷり片焼きそば、しかも海鮮入れて、あーやりたい、めちゃくちゃやりたい、やりたく食べたくなってきた。そんなこと言ってたら、よいしょと、おーうまそう。ちょうどいいぐらいの火加減ですね。グツ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 してるわ。
ここにさっきね炒めた旨味と一緒に入れていきますよ。おりゃうまそう。あこれ絶対うまい。この野菜だけでもういけるわ。見てこのっていうかフライパン全然くっついてねえ。完璧やなこれ。自画自賛ですね。このフライパン本当おすすめですよ。概要欄にちょっと貼っときますね。おすめちゃくちゃおすすめなのよこれ。おいしくなあれ、おいしくなあれ。さあ皆さんもおいしくなあれ、おいしくなあれ。よし蓋しとこ。落ちちゃいそうやけどな、滑ってって。横に添えるね野菜たち焼いておきますね。スープスボーン、スープスボーン、スープスボーン。さあ炙されてより美味しくなりますよこれもね。よいしょ、ワンちゃんご飯です。よしちょっとね一回開けてみましょう。おおうまそう。アクがね出てると思ったけどそこまで出てませんね。ここにローリエの葉っぱ2枚とトマトの方入れてきます。おお楽しみだこれは。さあ酸味が加わりましたよ。どんなになるんだろう。ワンちゃんご飯だいぶできてそうですね。おおすげえうまそうや。さあだいぶグツグツしたんで次はデミグラスソース入れていきますね。ああどんどん美味しくなっていってますよ。うまみ成分ばっかりプラス喧嘩進化が心配ですね。すげえ油。うわうわいいいいねるねるねるねはうまい。ねるねるねるねって小学校の頃とかって絶対買ってますよね。あのシリーズって昔めちゃくちゃあったのにな。今は全然なくなりましたね。面白かったのになあいうの実験系みたいな。今ってああいうの変わんのかな、冷めてんのかな子供。よし、ドンパチ出た時びっくりしたもんな、あれパチパチするの。聞いて聞いてこれ、ほらカリカリになってますね。うまそう。あ、また何個落とす、何回落とす。さあ完成しちゃいましたよ。めちゃくちゃ時間かかった。でもグツグツかなりやってましたからね。プルンプルンでした。ちょっと食べたんですけどね、プルンプルンでしたね。さあ開けてきますよ。オープン、パカリンコ。おお、うまそう。めちゃくちゃうまそうですよ。よっしゃ。
入り、ほれ、ほう。大きくなるよ。うまそうだぞ、これ。この野菜たちとね、食べなきゃね、こういうの。よっしゃ、チーズをね、散りばめていきます。このチーズがね、またうまくならない、これ。炙ってきますね。ファイヤー。チーズを溶けなさい。よっしゃ、いい感じやわ。オッケー、完成です。さあ、めちゃくちゃ美味しそうですよ。早速ね、これ酸化防止剤、天無添加ワイン飲んでいきたいと思いますね。これフルーティーで美味しいですよ。たまんね。皆様お疲れ様です。いつもお疲れ様です。私にもお疲れ様。さあ、飲んでいきますね。いただきます。これめちゃくちゃ酔っ払うやつやわ、これ。飲みやすすぎてね。さあ、食べていっちゃいましょう。牛タンのエアーズロックを食べていきますよ。よだれがめちゃくちゃ出て、同キロっていうか、ちょっと倒しちゃおうかな、皆さんにね。どれぐらい、これね、切ったんすよ。タン元ですよ、ほとんど。これナイフがね、力を入れなくても入っていきます。ちょっと待って、これ切れにくい。こういったものなのだろうか。食べていきましょう、これつけて食べていきましょう。これうまそうだぞ。うまいぞ絶対これ。うん、柔らかいっていうどころじゃない。何これ、よくわからん食べ物や。これで合ってんのかっていう感じですね。味がね、でもね、入ってる感じがせんな、あまり。でもね、この柔らかさは半端ね。これ何かと一緒に食べた方がいいよね、絶対。よし、またいっちゃいます。うん、うん、これね、お肉に味がそんなにね、染みてないっていうのかな、入ってる気がしませんね。もっとお肉にね、味がつくのかもと思ってましたが、全然です。私的にはちょっとがっかりな感じやな。よし、こいつで食べてみよう。うん、めっちゃくこれ切ってね、スプーンでスープと一緒に食べた方が美味しいかもしれません。うん、うん、トマトの酸味と、うん、美味しいですね。でももっと美味しいかと思ってた。しかもね、これタン元だからジューシーやわ。よし、椎茸と食べていこう。あー、椎茸に似てる。よっしゃ、やっぱりね、ストーブがあるとね、火口が1個あるだけで全然違いますね。煮物系は特にね、
ありがたいです。ずっとねつけてれるんで、うまそう。こっちは想像つくからうまいそう。いや、油が落ち出してね、火が出てきてます。うまそう、めちゃくちゃうまそうだぞ。やばいやばいぞこれ。幸せやこれ。やっぱタン元ステーキになりますよ。塩とわさび最高やこれ。元の方ね炙ってきたんで、タン元ステーキ塩かけてわさびでちょっと食べたいと思います。あー、これも楽しみだったの。この1センチのね分厚さとでかさですよね。いただきます。あ、うん、うんうん、白ご飯いります。白飯食って白飯めちゃくちゃ食いたい、うん、うまやばい。この油めちゃくちゃうまい。もうタンシチューあんなに時間かけたのに、炙って塩かけてわさびつけただけの方がうまい気がする。うん、これね肝かって思うぐらいのね柔らかさですね。肝じゃねえって思っちゃう。うん、食べる。まで食っとる。はい、もうかわいそうやな逆に。ただ小豆食うか。あ、食べてる食べてる食べております。小豆も寒いから中に入っちゃってますね。あ、おかわりしちゃいましたね。トマトの酸味が美味しい。パンとの相性抜群。うそれよっしゃ。待って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 。はい、打つ。引っかかっとるよ。引っかかっとる。食べちゃダメ。わわわわ。指の間から食べてる。指の間。待って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 。
待てませんでした。いつもねコメントくれてるリエさんからね、トウモロコシ気になるって言われてたんでね、今年最後のきっとねトウモロコシになると思います。これ案外高かったんですよ。しかもめちゃくちゃいい香り。これね皮つけてねこのまま焼くのが一番いいですよ。蒸し焼きにできますからね。美味しいのよこれが。これが楽しみでねキャンプやってるのもありますね。あー木めっちゃ綺麗。パツンパツン。しかも朝どれとかってねもう大体もうパツンパツンですからね。トウモロコシのジューシーな味がね出てくるんですよ、じゅわっと。ちなみにね買った後にこれ上品な甘さだって言われてましたね。上品な甘さよりもがっつりした甘さの方がいいです。やっぱね8月ぐらいの方が美味しいって言ってましたよ、この売ってるね人も。あでもあうまい。意外と皮しっかりしてますね。小粒なんで皮がしっかりしてない形、全然でも十分甘い。星の撮影してたんですけど、森の方からね何かがめちゃくちゃ大きなものがドスンと落ちた音がしたんですよ。そしてね枝をねなんか折るようなバキ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 いう音が聞こえてたんですけど、何がいるんやろ。すげえ健康的な葉やな。